Thank you.
ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。この店を任せてもらっている、梶慎一郎と言います。よろしくお願いします。もともとここはスペイン料理っていう、カテゴリーで始めたわけではないと聞いてはいるんですけど、バルっていうスタイルの中で、自分の前にやっていた人間が、スペイン寄りの料理を提供するようになったのがきっかけで、それを引き継いで自分がこの店をやらせてもらっている感じですね。はい。やっぱりここのお店の歴が7年ぐらいって聞いてるので、ここがこう一時期閉まってたんですけど、その閉まった時に離れていったお客さん、またリニューアルオープンして少しずつこう戻ってきてくれてる中で、そういうお客さんに対してなんかイメージを崩さないように、ああやっぱり俺もいいねと言ってもらえるように、悪いイメージは残させないように、お客さんからアドバイスいただいたり、自分で考えたりして、もっとこうお前より良くなったねと言われるような店作りにしていきたいと思ってる中で、ちょっとお客さんの反応がどうなのかっていうのが少し気になるところではありますね。うちのお店は見ての通りカウンターがドーンとあるので、一人でも気軽に入ってこれるし、一杯だけ飲んで、帰るもよし、気に入ってくれたんであれば、お客さんが満足するまで店閉めないんで、好きなだけいてくださいと。それでお客さんが入ってきてくれたらいいかなと、はい、思ってます。スペイン料理は直接習ったわけではないんですけど、もともとイタリアンやってる中で、洋食つながりで接する部分があるので、自分もこの今のスペイン料理っていう業態を勉強しながら今やらせてもらってる感じですね。はい。やっぱり以前から人気だったラムチョップ、これが1本390円という比較的リーズナブルな金額なので、それを食べながらカールスバーグをグビグビ飲んでもらえたらいいかなと思ってます。はい。この店の姉妹店にはなるんですけど、このオーナーがやってる鶴の羽という和食屋さんが一つ、あと、ちょっと寂れてきたって言われてる、古町なんですけど、そこに私が、知ってる人間がやってる和食のお店で一行というお店が、私は個人的に好きだし、
まあ、古町活性化のためにこう、まあ、頑張ってる人間なので、まあ、ぜひ一回足運んでもらえたら私も嬉しいです。はい、今まあ地方、まあ、新潟もその一つなんですけど、やっぱりこうみんな関東の方に行っちゃって、地方がこう廃れてきてるっていう現実がやっぱり見受けられるので、まあ、新潟でも、まあ、飲食店頑張ってる人間いるので、まあ、以前とちょっと違って活気はなくなってるかもしれないですけど、まあ、あこんな店あるんだっていうのを、まあ、ちょっと探索して歩いてもらって、まあ、うちみたいにこうやって中がこう見えるお店はすごい入りやすいお店だと思うので、まあ、初めて入るときはやっぱり構えるのも分かるんですけど、ぜひ一回立ち寄ってもらって、できれば昔みたいな活気を取り戻せたらいいかなと思っているので、みんなでちょっと外食産業をこう盛り上げていけたらと思って頑張りましょう。はい、新潟は本当に海もあって山もあって、まあ、どっちも楽しめる県ですし、まあ、料理も、まあ、海の幸山の幸あるので、なかなかこう両方兼ね備えてる県ってないと思うので、ぜひ来た時は、まあ、海と山とあと、まあ、それにちなんだ料理と、まあ、楽しんでいける県だと思うので、ぜひ新潟に来てください。プリーズサポート新潟。